6月13日火曜日午前11時を回りました。ミスチルタイヤが FM 那覇カルチャンプルーナオキエ通りスタジオから1時間生放送でお送りします。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、お寿司もお刺身も食べ放題飲み放題居酒屋アパラギ、あなたの生活に健康を足し算、1たす2たす10たす、うまい、安い、でかい、沖縄県内9店舗、ジャンボステーキ、ハンズ、日曜祝祭日もやってるよ、ラウンジオンザロードの提供でお送りします。タイヤが始まりました、神奈川県出身沖縄在住8年の今日も明日も25歳、長谷川美鈴子と浮かれたパーソナリティミッシーです。今日もよろしくお願いします。さてツイキャスから早速、タツさん早いな、こんにちは、お茶今日もありがとうございます。タツさんどうでした、昨日の沖縄海楽しめましたかね。週末どこでしたっけ、愛知県から、沖縄に旅行に来てましたけども、昨日はあいにくの雨だったので海どうだったんでしょうかね。タツさん後ほどコメントください。さて今日のコーナー案内いきましょう。毎週火曜日のコーナーは、皆さんが大好きな純駆動書店那覇店の週刊ランキングです。純駆動那覇店より今話題の新刊ランキングを、純駆動のスタッフさんと一緒に紹介していきたいと思います。楽しみにしててください。 FM 那覇では世界中から見て聞けます。パソコンからもスマートフォンからも FM 那覇で検索するとトップ画面のど真ん中に生放送中の動画が今現在流れているので再生してね。そして今ラジオ聞いてるけど後で映像も見てみたい、今日はラジオもネットも聞けないけど見たいなと思ってくれてるあなた、そんなあなたのためにこの番組はちゃっかり録画してあるので後ほどゆっくり見れます。 YouTube で FM 那覇って検索してね。過去の番組もたっぷりあります。その際せっかく YouTube で見てくれたのでポチッとチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。皆様からのメッセージお待ちしてます。メールアドレスはタイヤーがアットマーク fmnaha.jptayaga@fmnaha.jp。 そして FM 那覇のトップページからもメッセージを送れるので画面左上にある赤いボタンを押してね。気軽に気楽にメッセージを送ってちょお待ちしてます。綺麗になったよね。なんで？私も潤い欲しい。クチャのシャンプー使っているの。
え、クチャっておばあが昔使ってた粉のやつ？そう、私も傷んでたけど、クチャ使ってからハリとボリュームが出てきたの。すっごいツヤツヤだよね。琉球コスメハウスでトライアルセットがなんと1200円。お求めは浅田十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ステーキハンズ横、ラウンジオンザロードは日曜祝祭日もやってます。今何時？まだ10時やっさ。どっか空いてるかな。離れが10時から昼飲みやってるよ。マジな？あのはみ出るハラミ丼のとこな。場所前よ。あまあよ、くもじの川沿いの古民家よ。あまあよ、鶏そばってデージうまいラーメンもあるし、つまりもうデージになってるぜ。あっち朝6時までやってるのに昼飲みもやってるわ。だるぜ、しかも定休日ないぜ。じゃあ21時間営業だば。じゃあ離れで決まりだな。昼飲みやってる離れ。最高に良かったね。やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ。私もギター持って歌いたい。マジ？じゃあギター買わないとでしょ。だよね、まずはギター買わないとだよね。とりあえずあそこ見に行ってみる。ああ、あそこね。あなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店。問題、1たすには3。いいえ、1たすにはジスタス。ジスタスは健康、美容、リラクゼーションが楽しめるフィットネスクラブ。那覇、浦添、三郷の3店舗であなたの生活に健康を足し算しちゃいましょう。詳しくはジスタスで検索、または098-868-0758までお電話ください。1たす2たすジスタス。国際通りに雪が降る。南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。国際通り沿い那覇市牧師 2-4-11 南の雪氷。早速最初のコーナーに行きたいと思います。純久堂書店那覇店週刊ランキング、6月12日月曜日発表の週刊ランキングトップ10を、純久堂書店那覇店の文芸担当川崎恵里奈ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日で2回目、はい、ですよね。どのくらいぶりでしたっけ。それぐらいでしたっけ。3かけ、もっと、嘘、もっと前でしたっけ。ほんとそんな経つ。はい。あれ、なんで沖縄に来てどのくらいだったっけ。もうすぐ1年になります。あ、そうだね、そんな話を前回したような気がするけども、そうですね、その時、3ヶ月ぐらい前になるか、うん、そんな前になる。そうかそうか、そうですね。おうおう、今日は、はい、わかんないけどね。今日は文芸担当の、エリナちゃんと一緒に発表していきたいと思います。そして島袋さん、お久しぶりですね。こんにちは。毎週火曜日の FM 那覇で、毎週火曜日夜8時から、番組、何でしたっけ。大人の放課後トークスレッドです、ね、はい、はい、最近いますか。いません。タイトルも今ちょっと間違えそうになりましたから。大人の放課後トークスレッドって素直に言えなかったですか、まあ、そうです、ね、あ、でも今日あれです、はい、実は久しぶりに1ヶ月半ぶりぐらいかな、1ヶ月半、うん、に出ます。あ、今日もしかして生放送ですか、はい、でも今日はあれですね、うんうん、僕 MC じゃなくてゲストで来ます、はい、自分の番組だったはずなんです。自分の番組だったはず。もう過去形になってしまってるんだ。そうですね、うん、島袋さん、私3ヶ月ぶりぐらいに会うんですけども、はい、焼けましたね。そうなんですよ、焼けましたね、うん、土日と海にいて。あ、沖縄ですか。はい、どこ行ったんですか。
名護ですね。いいなー、ハーリーを。あー、なるほど。やってきました。エリナちゃん海とか行きます？でも白いね。うんうんうん、そんなことないですすぐ、でも夏すぐ焼けます。あ、吸収しやすいんだ、うん、あー、なるほど。私もちろん週1ぐらいで海行くんだけども、もうあれでも全身長袖長ズボンに手袋と靴を履いて海に入るっていう。もうそれはもう行かない方がいいんじゃない？なんでですか？すごくみんなに言われるの、何のために海に行ってるんだって言われるんだけど、はい、魚がすごく好きで、あ、なるほど。そう、魚を見るためにあのシュノーケルをしに行ってるので。完全に水族館に行くべきです、ね、触れ合いたいん、触れ合いたい、自然の何この夢のないねいやいやいや、もう東京の人怖いいや何よ水族館なんて夢しかないじゃないですか逆にね、そうかそうかとか言いながら、エリナちゃんも実はどちら出身でしたっけ？私関西です。関西ですよね。はい。で、私神奈川県で、今みんな沖縄、あ、でも島袋さん沖縄だ。まあ出身はどうですか？出身は、でも今住んでるのは都民です。都民？あ、そうですよね、はい。東京都民ですけども、早速いきますか。結構ちょっとお話をしてしまったので、じゃあ、島袋さんは1時間お付き合いいただいてもいいですか？はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速ですけども、週間ランキングトップ10を島袋さんも一緒に、はい、よろしくお願いします、では第10位、さきたみな、自律神経どこでもリセット、ズボラヨガ。第9位、寺林洋介、疲れた、疲れを取りたきゃ腎臓を揉みなさい。第8位、堀江貴文、多動力。第7位、沖縄タイムス社編集局、これって本当？誤解だらけの沖縄基地。第6位、又吉直樹、劇場。第5位、中村清、本音で語る沖縄史。第4位、渡辺信之、肉卵チーズで人は生まれ変わる。第3位、隅の夜、君の膵臓を食べたい。第2位、外間明、なぜ世界のお金持ちはこっそり沖リゾを楽しむのか。第1位、沖縄共犯、沖縄の業界地図2017となっておりますが、トップ10発表しましたけども、まず3位の、はい、君の膵臓を食べたい、はい、隅の夜さん、ふんふん、これ先週確か8位か9位ぐらいでしたけども、そうですね、下の、はい、下位の方だったと思うんですけど、ね、結構ずっとランキング内にはいたんですけども、うん、一時期上がって、うんうん、下がったんですけどね、また上がってきたっていう、また上がりましたね。なんか特集とか組まれたんですかね。いや、そう、特別なことは多分ないかと思うんですけど、うんうん、まあ、映画化もするので、うん、そうなんです。あ、じゃあそれでか、映画化が7月末なの、あと1ヶ月ぐらいあるんですが、うんうん、まあ、そういうのもあってで話題を呼んでなのかもしれないですね。なるほどなるほど、うん、それでずっと売れてる作品です、ベストセラーの作品です、うん、なるほど。そして今回初がですね、うんうん、第10位の、さっき言った皆さん、自律神経どこでもリセット、ズボラヨガ、はい、こちらも初めて、うん、そう、あの初トップ10に入りましたね、うんうん。ランキングに入る前からも、うん、売れてはいた作品なんですが、ありがとうございますなんですが、うん、やっとランキングに入ったっていう形ですかね。あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあ結構前からあったんではあるんだけども、うんうん、へー、発売は今年そうです、4月末とかに発売されたもので、はいはいはい、きっとどこでも簡単に、うん、ヨガができるみたいな、ね、あのサイズも三日坊主の人でもできるみたいな感じなんですかね、うん、ズボラヨガね、うん、タイトルでも自律神経って書いてあるね、これ、うん、女性とかが結構反応するかもしれない。そうですね、うんうん、これ実用書はやはり女性人気が高いので、ね、あと絵が書いてあるのですごく伝わりますね。そうです、分かりやすく、うんうんうん、分かりやすいですね、うんうんうん、あの文章だけでここをこうしなさいって言っても分かんないんだよね。そうなんですよね。そうそうそう、やっぱ文章だけだと読むのも大変ですし、うん、頭に入りにくいと思うんですけど、うん、絵がついてると、うん、とても分かりやすいですよね。はい、ほいほい、うん、そして前回まで1位だった又吉直樹の劇場がですね、第6位に、そうなんです、ね、文芸担当としては小説なので、うん、そうだよね、はい、これずっとこんなに下がるかっていうぐらい下がりましたね、はい
そうなんです、うん、ちなみに島袋さん読みましたか、はい、読んでないんですね。あの島袋さん本好きですもんね。そうですね。最近は忙しくてあまり読んでなかったんですかね。そこ考えるところなんですか本当にもう。いや、うん、他の本は読んでた。あ、なるほど。劇場は読んでないですね。なるほど、劇場は読んでないってことですね。急に1位、先週先々週って出してすぐね、うん、1位だったんですけども、1位でしたね、うん、ちょっともう6位にいきなりガンって下がってしまいましたね。本当にね、なんかね、うん、これ沖縄ならではだと思うんですけども、全国のランキングだったらまだね上の方にいると思うんですけども、うん、ですね、やはり沖縄は沖縄関連の本が強いので、うんね、どうしてもそういった形の本がガッと売れるので、うん、その通りだと思います、うん、そしてですね第2位のなぜ世界のお金持ちはこっそりオキリゾを楽しむのか、島袋さん、はい、このオキリゾの意味わかります？なんか沖縄リゾートでしょ。あ、すごいよくわかりましたね。私最初わからなかったです。何、ね、のこと言ってるのかなって思いました、うんうんうん、そうだよね、調べたら沖縄リゾートでした。そうそう、さすがですね。まあ、岡間さんが書いてるか沖縄関連のことで、あ、リゾがつく言葉ってリゾートとリゾットぐらいしかないですよね、うん、食べ物取ります。沖縄リゾットってことはないと思う。沖縄リゾットなぜ楽しむのかってことですか。はい、なかなかニッチなマーケットの本にしちゃったみたいな。で、島袋さん、この他もあきらさんっていつもこういうタイトル作るんですか、はい、なぜ世界のお金持ちはこっそり沖リゾを楽しむのかって。ちょっと申し訳ないんですが、他もさんちょっと存じ上げないんですけど、うん、いやいや、まあ、他も沖縄の名字じゃない。あ、名字だからね。すげえ、私このタイトルがすごい悔しいぐらい、あの目を引くなっていうふうに思って、すべてが、すべての文章っていうか、単語単語が全部この持ってかれません？うん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 。そうですね。うん、そう、すごくずるいなと思って。はい。なんか、だからね、うん。あ、別にいい悪いではないですけど、うん、傾向ですよね。なぜ何々は丸々なのかっていうタイトルは今非常に多いですね。うんうん、そうなんだ。はい、まんまと引っかかった。あ、いいんですよ。引っかかっていいんです。まんまと引っかかった。はい、売るため。なるほど、なるほど。売るためなんで、うんうんうん、それでちょうどいいんですよ。なるほど、なるほど。え、そっか。はい。そして第1位の沖縄共犯、沖縄の業界地図2017、これがですね急に第1位に来たんですけども、うん、こちらの本が以前2年前に、うん、発売されまして、はい、沖縄の、 地元の企業さんの、うん、が載ってる本なんですけど、それの改訂版ですね。はいはいはい。で、以前その2年前に発売した時が、うん、おそらくこんなに反響があると思われなかったのか、あまり刷ってなかったみたいなんですね、うんうん、部数を。で、いざ発売してみたところ、はい、もうすぐに売れてしまい、完売してしまい、で、そこから重版とかもされてなかったんですが、おそらくその反響であったり、うんうん、声が、お客様の声とかが届いたのか、こう、2年ぶりに改訂版で出て、もうすぐに爆発的に売れ、はい、そして急に第1位、うん、発売日みたいな6月1日だったので、本当、ね、この間ですよね。最近ですね。先週ランキングされてないってことは、うん、本当に、急にだね、この1週間で発売したんだと思います、うん、発売して売れたっていう。ちなみに島袋さん、こういう本が沖縄って急にドーンと売れるんですけど、はい、なんでだと思いますか。業界地図に関してはですね、うん、はい、まあ、2015年僕も買いました。へ、はい、まだ今回は買ってないんですけれど、うん、それまでなかったんですよね。まず現在の業界がどういう風になっていて、どう、うんうん、どういう風になっていて、どういう関係性の上で経済界が成り立っているのかっていう網羅した本がまずなかったので、ほぼ、はい、多少そういう研究はされていましたし、うん、県が調査をある程度の傾向を公表してはいたんですが、はいはいはい、こういうふうに、実名を挙げて企業名を挙げて、作られた本というのがほとんどなかったの で、 うーん、はい、で完全網羅って言っていいと思うんですね。っていう意味ではもう新しくて、それが、うん、はい、売れた原因っていうの一つだとは思うんですけれ ど、 もうずっと出ていなかったってことですよね。でそれでこういう本が、そうですね。でもう一つあえて理由を言うのであれば、うん、沖縄県内は、他の地域と違ってですね、うん、非常に県内企業が強いです。あ、はい、なるほど。そうですね、実は日本一に近いぐらい、うん、その県外企業、まあ大手企業でも銀行とか証券会社とかもそうなんですけれども、うんうん、保険会社とかもそうなんですけれども、うん、沖縄県以外のところはまずローカル企業ってところが強いって
県ってほとんどないんですね。へー。だから沖縄はそこがものすごく県内の企業が、うん、東京に本社を置くような大企業と世界中で戦っているような大企業と渡り合ってしまうんですね、うん、ああなるほど、はい、っていうのがあって、うん、まあある程度興味を地目を引いたのかなっていう、はい、ところもあるんでしょうけどものすごい詳しいですねですよかったね。違うんだよ、エリナちゃんに一生懸命調べてくれてたんだけども、島袋さん全部持ってちゃった。いや、先に、ありがたいです。本当にありがたいです。ありがたいね、本当にね。本当にありがたいです。でも実は、さっきお話ししたんですけど、エリナちゃんと、はいはい、エリナちゃんが、じゃあ島袋さんが来るんだったら、私そんなに喋らなくていいですかって言ってくれたんだけども、はい、私が、よ、喋ってって言ったんだけども、はい、やっぱり島袋さんが喋ってくれたんで、あのそういうのはですね、そういうのは先にこっそり教えてくれるんです。黙るので。助かります本当に。助かりますね本当に。他にないような、うんうん、はいもの、沖縄のっていうところがポイントですね。なるほどね。他のはあるんですけどね、沖縄に特化したものがやはりこれぐらいしかないので。すみません。エリナちゃんありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。最後締めてくれて。ありがとうございます。はい。以上、純駆動書店、書店、トップ、で、ランキングトップ10の発表でした。ここからはですね、文芸担当のエリナちゃんのおすすめの本を行きましょうかね。はい。こちらも人気なんですよ。はい、ありがとうございます。うんうん、まずですね、ちょっと文芸書とは違うんですが、はい。児童書から持ってきました。児童書から、うん、うん。吉武、絵本になって、るんですが、うんうん、吉武慎介さんのあるかしら書店。もうまずタイトルが書店なので、うんうん、もう本屋さんのことを書いてる本なので、うん、まずそれで私はもうぐっと惹かれたんですが、うんうん、この吉武慎介さんが今はもう本当に絵本といえばこの方っていうぐらいもう有名な方で、うん、はい、リンゴかもしれないっていうデビュー作でもうざっとこう話題というか売れて。リンゴかもしれない、すごい。多分見たら、表紙とか見られたら、うん、あ、見たことあるってなると思うんですけど、うん、で、それで一躍もう脚光を浴びて、で、その後も出される本、出される本、もう代表作になるぐらい、もう売れてっていうちょっと有名な方の本で、うん、で、その方の新刊ですね、が、はい、この書店について書いてる本なので、はい、もうこれは紹介をするしかないなと。うんうんうん、で、うん、内容を見てみたんですが、うん、これ実際読んでみたんですが、うん、このあるかしら書店っていうタイトル通り、お客様がこういう本あるかしらっていうふうに尋ねてくると、もうどんな本でも、うん、はい、ございますよ、ありますよって、この、この店主さん、この可愛らしいこの男性のおじさま、はい、うんうん、こちらのおじさまがありますよって言って、その本のにまつわる本を何でも出してくれるって言って、でこういう本がありますっていうのを紹介してる絵本になるんですけど、もうなんか絵本なの、うん、そうですね、うん、内容はでもお子さまも楽しめるんですが、うんうん、大人の方も本当に楽しめるような絵と、うん、あと説明、うん、やはりその本の説明がすごいいろいろ載ってて可愛らしいんです。これはそんなにあるかしらって言って、お客さんがこういう本あるかしらって言って、その本の説明をする。そうですね、一番最初だと、うんうん、なんかちょっと珍しい本あるかしらってお客様が言ってきたら、うんうん、ありますよって言って、うん、で作家の木の育て方っていう、はい、一番最初に載ってるんですけど、うん、っていう本、珍しい本じゃないですか、うんうん、でその本の説明が載ってるっていう。へー、しかも絵が可愛いね。絵がそう可愛いんです、うん、絵本っていうか、絵本とか絵の、ま、本って枠があるでしょ、見やすいように、うん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 、枠がないんだね。そうですね、この形はこちらの本に限ってはそうですね、うん、なんだけども、本当にイラストと説明書きと、そう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 、うん、あと本当にユニークな言葉が並んでるので、うんうん、そうなのにちゃんとこのつながってるというか、ちゃんと見る場所が決まってるんだよね、うんうん、わあ可愛い、すごく、すごい可愛いんです、うん、もうぜひこれは、うん、今児童書コーナーでたくさん山積みにして売ってるので、うんうんうん、でこれを機に吉武慎介さんの部屋とかで、うん、今まで出された本とかも並んで、あ、ドンって児童書に並んでるので、うんうん、ぜひこの機会に見ていただいて、ね、書店にも興味を持っていただいて、うん、はいはいはい、はい、そうですね。じゃあエリナちゃんはこの本を読んでみて、うん、一番の見どころというか推したいところとかあります？は、その最初の先ほど言ったとこもそうなんですけど、うんうんうん、
この、うん、本、その珍しい本とかっていうお客様の要望に応えて、うん、その内容の本が出てくるんですけど、うんうん、本当に様々な本が出てくるんですね。うんうん、その一つだけじゃなくて、こういう本もこういう本もっていう風にいっぱい出てくるので、うんうん、でも実際その本は存在しない本なんですけど、うんうん、その吉武慎介さんの発想力というか、うん、その子供心をくすぐるような発想で、こんな本があればいいな、面白いなっていうのがいっぱい詰め込められてるので、うんうんうん、そうなんです。本当にこういう本があるように読み進めてしまって、うん、実際あったら欲しいなっていう本がいっぱいあって、そこもついてくるわけね。面白いんです。面白いんだ。すごいですね。絵もすごい可愛らしいですもんね。うんうん、本当にね。あの全部が全部色を使ってないところがいいよね。うん、ね、すごく見やすいですし、うんうん、カラーなんだけども、ちょっとしたとこだけにしか色を使ってないっていう。はい、これが今回、りなちゃんの一押しで。はい。はい、ありがとうございます。ぜひ。じゃあね、時間的にもう一個、りなちゃんのおすすめいこうかな。はい。はい。いいですかね。うん、で、次は、本というより、うん、今、落語フェアを、やっておりまして、うん、地下1階で、はい。地下1階エスカレーター降りたところの広場で、うん、落語の関連本たくさん置いてるんですが、で、フェアもありますし、それにちなんで、うん、落語祭りといって、沖江通りで、はい、これお店で配ってるチラシ持ってきたんですけど、はいはいはい、沖江通り、うまんちゅ落語祭りっていう、一週間。はいうんまあ、間違ってますか大丈夫ですか大丈夫です、大丈夫です。シナムクロさんがね、急にね、携帯ばっかりいじってるから。違うんですよ。この番組を見てたんですよ。急に、音声入ったわ、急に、本当に。なんでここで生でやってるのにわざわざ携帯通して見る必要があるんですか、どうなってんのかなと思って。どうなってんのかなって。いい感じでした。ほらじゃん。いい感じでしたかね。いい感じでした。いい感じでした。よかったです。はいはい、すいません。はい、うん、そうなんです。その、うん、まず、イベントも、一週間にわたって、うん、行うんですね、うん。で、実際落語って、見に行かないと見れないじゃないですか。うん、普段生活してる中で、その通りだね。うん、入ってくることがないジャンルのものなので、うん、これを機会に、うん、これ、純駆動で一週間イベントとして、うん、無料で見れますので、そうなんです。平日は6時とか7時から行って、うんうん、土日は日中に行うんですけど、うんうんうん、実際ここに乗ってる方々がいらっしゃって、うんうん、落語をしていただくっていうイベントになるんですけど、うんうん、はい、でそれのフェア本、あ、フェアしてまして、うんうん、いろんな本がそのフェアで並んでるんですね。こういうムック本であったりとか、うんうん、はいはい、見して見て、その黄色いの見して、黄色いのこれ面白いですよ、はい、中も、すごい、そう、あともうこういう寄せの、うん、ザ落語、はい、こういう本とかあったりとか、ちょっと、もうさ、なんだろう、あ、ありがとうございます、あ、なんか来た素敵、ちゃんとちゃんとカラーの、私が持ってきたやつじゃなくて、うん、カラーのポスター、ありがとうございます、わあ、すごい、今ユーストリームを見てる方はポスターができたのを見てるんですけども、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ島袋さん、ずっとそれでお願いします。そのね、そのための3人みたいな感じでね、ありがとうございます。すいません。まあ一人はポスター担当。ポスター担当。本当すみません。ありがとうございます。目が疲れたら、もう大丈夫です。本当大丈夫です。ありがとうございます。そうなんです、うん。そういった感じでいろいろありまして、はい、うんうん、そうですね。すごい。で、こういう、うん、結構落語って、うん、やっぱり、はい、ちょっと、うん、敷居が高いわけじゃないですけど、ちょっと近寄りがたい感じがあるんですけど、うん、こういうコミックであったりとか、うんうん、こういう入門書優しい落語、うん、とかいろいろ出てるんですね、うん、でもちろんこの文芸書の、はいはい、小説とかもあるんですけど、うん、そういろんな本が出てて、うん、そういうのがいっぱいあるので、ぜひ来ていただいて、うん、手に取ってみていただきたいなと、うん、本当になかなか日常の中で落語って絡んでこないもんね。そうですよね。寄席とか行かないですよ、うん、そうそうそう、私も行ったことないんですけど、うん、知り合いの方すごい好きで、はいはい、で、うん、まあ、沖縄にはないので、え、そうなんだ、そうなんです、うん、聞いたことないですよね、うん、なので県外に行かないといけないんですけど、うん、わざわざ県外に行って見に行った人とかも仲のいい方にいらっしゃって、うん、もう一日中入れるっていうか楽しめる、落語だけじゃなくて漫才とかね、いろんな
ジャンルのことをされるので、はいはいはい、それで朝から晩まで一日中楽しめるところだったりするんですけど、わざわざやはりそういうところに行かないと、そうです、うん、知る機会であったり触れれないので、うん、なかなかそこまで寝するのがちょっと大変だなっていう方とかは、うんうんうん、ぜひこの機会に純駆動に来ていただいて、ね、その通りですね、うん、落語に触れ合っていただきたいなと思いますね。なんでこの、うん、なんでこの落語をやろうっていうふうに思ったんだろうね。去年もしてたみたいなんですね、うん、はい、そうかそうか。なのでちょっと 毎年恒例でもないんだと思うんですけど、うんうん、まあ、去年もやっててちょっと、うん、反響というか好評だったんですかね、うんうんうん、で今年もさせていただく形になるんですけど。なるほどなるほど。実はですね、うん、コミック本あります、うんうん、はい、昭和元禄ですよね、落語真珠、これ私見てたんですけども、うん、シーズン1とシーズン2があって、見たことあります？ないんです。これアニメでやってたんですけど、そうそう、アニメで、うんうん、ちょっと待って、見して、何アニメ化決定って？あ、これは、あの、前の、その時の帯なんですけど。あ、知ってます？島袋さん。はい。今ちょっと、今、携帯の時間でしたね、今ね。携帯いつもなんだ、うん、スマホの時間でした。いやいやいや、そうそう、エリナちゃん、この、昭和元禄落語真珠って、この、林原めぐみさんと椎名林檎さんのコラボの、はい、音楽なんですけども、すごく素敵で、そうそうそう、この、第1期も第2期も、この林原めぐみさんが歌ってて、声優の、うん。すごく素敵なんですよね。素敵ですね。うん。まあ、椎名林檎自体がね、もうほんと素敵なんで。ね、うん、ぽいですね。ほんと。ほんとよね。そうそう。よかったら見てみて、アニメであるから。ぜひ。私もそれで、落語を知ったっていうか、好きになったっていうか、まだちょっと奥深くまでわからないんだけども、なんかなんとなく分かってきて、うん、そういうきっかけがあると、うん、ね、親しみやすいというか、うんうん、本当にそうよね。はい。島袋さんは落語とか見たことあります？やっぱ東京に住んでるとですね、うん、割と身近なんですね。うん、はい、うん、僕はなんだろう、高円寺ってところに住んでるんですけれど、うん、はい、高円寺はその落語というか、まあ、演芸祭りっていうのを毎年やっていて、その中で、はい、もありますし、うん、まあ、そもそも僕寄せに行きます。そうなんだ、はい、そうなんですよ、うんうん、でなんかちょっと、はい、もう落語って常に人気があるので、うんうん、ブームっていうのはおかしいかもしれないんですけど、うんうんうん、まあ、今も空前ですね、うん、もう空前の落語ブーム、はい、そうです、まあ、ちょっと若干落ち着いた感じは少しありますけれど、うんうん、まあ、とはいえ、うん、もう全国的に今これね、これ、うんうん、はい、この落語っていう黄色いこの大きい本の中にも、先ほど今話してた昭和元禄落語真珠の話が載ってますね。わー、うん、本当楽しかったです、本当に。昔に私毎週水曜日にこの漫画アニメを語るコーナーがあるんだけども、それで友達と一緒に語ったことがある。落語の話を。そう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 。なんだっけ、昭和元禄落語真珠の話をしたことがあって、このアニメ化された時に3人の主役の人がいるんですけども、この3人の主役の人たちって全員声優なんだけども、うんうん、声優で役を演じながらも落語もしなくちゃいけないっていう風な感じなんで、ほんとすごいのね。なんだけども、いろいろ調べてみたら3人のうち2人は、もともと落語の弟子入りをしてたっていう人たち、はいはい、声優さんが声優さんが、すごい。でもたまたまっていうか、多分そういう人をっていうかね、声優をやるってなった時に多分落語も多分興味が出るんじゃないかなっていうふうに、喋るっていう意味では思ったんですけども、いろいろ勉強になるんですね、うんうん、そうだ、2人とも3人のうち2人とも落語の弟子入りしてて、あ、なるほどなっていうふうに納得したんですけども、うん、そうなんですね。そうそうそう、よりじゃあ伝わりやすいですよね。そうなの、そうなの、本当に、うん、だからすごく楽しかったですし、あと話し方がね、一人で何役もやるでしょ。島袋さん、どこにすごくこういうあれが見どころっていうかありますか、惹かれる部分、魅力。落語ですか。うん、ああ、やっぱ僕はストーリーを見てしまいますけれども、うん、まあでもやっぱりその演じる人によって違う、うん、同じ筋の話でも違うものに見えたりとか、うん、聞こえたりするんですね。うん、まあやっぱりそれはだから演技力ですよね。なんだろう、もうあらゆるものが総合的にすごい完成度の高いレベルで、すごい高いレベルで完成されているので、もうなんだろうな、一本映画を見終わったぐらいの感覚はありますよね。大体平均何分ぐらい喋るんですか？平均は難しいですね。話によって全く違うので。そうなんだ、はい。じゃあ長いのでどのくらいですか？まあでも普通に1時間とかは一人で、真打ちの方になると、まあ話したりしますよね。で、独演会みたいなのになると、もうさらにもう、うん、
ぶっ通して3時間とかやるので、2時間3時間とかやるので。それ、2時間3時間喋りっぱなしですか？まあもちろんその、なんて言うんですかね、うん。間に小ネタというか、ちょっと MC じゃないですけど、うん、そういうの挟んでもしますけど、若干休憩が入ったりもしますけれど、うん、まあ、そうですよね。喋りっぱなしですよね。一人の人がってことですよね。そうです、そうです。うわ、すごっ。まあだから普通のその音楽のライブとかと一緒ですよね。うんうん、ね、今そう思いました、はい、本当に。そんな落語が、はい、あの6月の26日から7月の2日まで、うん、純駆動書店の地下1階で見れるってことですよね、はい、しかも無料で無料で、わー楽しみですね、本当に。ありがとうございます。確かそう、ポスター係島袋さん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。確かね、沖縄通り馬ん中落語祭り FM 那覇も確かやると思うので、FM 那覇のスタジオでも落語やるんですよ。あ、ですね、そうですね、7月1日16時から17時、16時か17時。おお、7月1日って何曜日ですか？土曜日。あ、はい、私来れるかな。で、7月2日、うん、これ多分もう指名での舞台でしょうね。北山亭メンソーレさんが18時から FM 那覇で。おお、最終日、はい、7月2日の。そうですね。え、何時からですか？18時ですね。18時から FM 那覇で、はい、北山亭メンソーレ。北山亭メンソーレさん。おー、はい、がいらっしゃるということで。沖江通り全部で、使ってやるということですね。そうですね。わー、楽しみですね。うん、本当にこの機会に落語に触れていただいて、うん、でまた純駆動にも足を運んでいただいて、はい、本にも帰ってきていただいたらいいなと、うん、その通りですね、思っております。本当に。はい。皆さん楽しみにしててください。ありがとうございます。以上、純駆動書店那覇店の集会ランキングでした。今日の文芸担当の、何でしたっけ、エリナちゃん。2回目ですね。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。では、ここでですね、落語の話になったので、1969年に、円楽師匠、今何年、6代目でしたっけ、5代目、笑点5代目の円楽師匠が、数年前に亡くなった方が、1969年に出した CD があるんですよ。その CD を皆さんに聞いてもらおうと思いますが、すごくジャージーで素敵なんですけども、円楽のプレイボーイ講座第12章っていう曲なんですが、その中の音楽を聴いてください。
島袋さん、引き続き、お付き合いお願いしてもいいですか？はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段島袋さんはフリーのライターを。そうですね。やっておりますけども、はい、3月ぐらいに、私のこの番組に、はい、結構週1ぐらいで、出てくれましたね。本当に。あの時お付き合いいただいてありがとうございます。はい、そしてその3ヶ月の間に結構沖縄とかも来てました？あまり来てなかった。一回来たかなぐらいですかね。結構長くとかじゃなくてもパッパと帰る感じで。はい、そうですね。ほうほうほう、なるほど。どんなでしたか、この3ヶ月間は。何をそんなに。忙しそうに。いやいや、3月がおかしくてですね、たまたまちょっと沖縄に。ああ、なるほど。3月がおかしかったんだ。はい。なるほど、そういうことですね。そうですね。なんか、フリーライターとして、なんか、どういう活躍されてたんですか？はい、まあ、僕は別に、もう、何の活躍もしてなくて、うん、ただ、本当にいろんなメディアだったり、雑誌とかウェブとかのメディアに書いている。うん。ので、うん。そうですね。なんて言えばいいんですかね。うん、なんて言う。いいですか？普通に、はい、原稿書いてました。原稿書いてました。原稿を書くのって、はい、本当に場所って結構あんま選ばないっていうか。そうですね。どこでもまあ書けるとは言えば書けるんですが、うん、取材が入るとですね、うんうん、やっぱりそれは外せなくてですね、うん。はい。僕基本的に取材が好きなので、原稿仕事にしても取材を伴うやつをなるべくやらせてもらうようにしていまして。うんうんうん、原稿を書くにも取材を伴う。ああ、なるほどね。その場、はい、現場に行くってことですか？そうですね。まあ、取材がなくても書けなくはないわけですよ。要は文章というものは調べて、うん、はい、構築する種類の記事ももちろんありますので、それって、オファーが電話とかで来るの？例えば。まあ、一応僕はもうそのレギュラーというか、うん、もう常にその取引している。ああ、なるほど、はい。契約してるところがあって。そうですね。まあ、契約というよりはもう少し弱い結びつきなんですけど。うん、そこから連絡があって、ちょっと島袋さんこういうの調べて、書いてもらっていいみたいな感じですか？そうですね。これ言ってもらっていいみたいな、そんな感じです。そうなんだ。はい、なんか、今度の金曜日に、今日火曜日だから、沖縄で活躍してるフリーライターさんの方が、はい、なんか告知で来るって言って、あ、そうですか。そうなんです。女性なんですけども。普天間いおりさん。ではないんですね。あ、わかんない。ごめんなさい。ながついてたかな。なんか、ツイッターやって、てて、何人かいらっしゃいますよね、ご活躍で。そうなんだ、はい。で、根本的にフリーライターってどんなお仕事ですか？根本的に説明してください、フリーライター。まあじゃあすごく簡単に言えばですけど、うん、皆さんが日々読んでいるような、はい、雑誌、うん、まあ新聞もある意味で僕らの範疇といえばまあ一応範疇なんですけれど、はいはい、に書かれている文章は基本的にライターさんが書いています。まあそうじゃない人ももちろんいますが。で、僕らはそれを、例えばじゃあまあ美味しいレストランの記事があるとしましょう、うんうん。で、美味しいレストランに実際に行って食べてみてそれを紹介する記事を書くというのが僕らの仕事ですよね。うん、なんか、例えば私たちがあの雑誌を買って、雑誌っていろんな雑誌がいっぱいあるじゃないですか。はい、じゃあ、有名なやつだと、なんか、まあ、なんでもいいんですけども、じゃあ、キャンキャンとかあって、はいはい、そのキャンキャンの中に、この、後ろの方とかに毎回特集で、じゃあご飯の特集があったとしたら、はい、そのご飯の特集を書くライターさんっていうのは必ず決まってるんですか？ああ、決まってないですね。そうなんだ。あ、まあ、わかんないです。その雑誌によって、うん、というか、もちろん号によっても、ちょっと違ってですね、うんうん、まあ、人手が足りなかったりとか、はあ、記事の特集によってボリュームの取り方もあるので、例えば5ページ作るレストラン特集と1ページの半分ぐらいの特集だと、やっぱり必要な人数も変わってくるので、うんうん、まあ、それによって若干動きはあるんですよね。うん、なので僕らは何でも書けるように一応準備してますね。うん、僕は。うん、僕は、専門があるわけじゃないので、はいはいはい、はい。まあ、映画のレビューも書けば、音楽ライブのレポートも書きますし、うん、で、レストラン記事も、最近はやってないんですけど、レストラン記事もやってましたし、うんうん、そうですね。で、まあ、一応僕は、その、なんていうんですか、僕、自分の、まあ、ちょっと差別化を図っている部分で言うんであれば、うん、僕は社会問題、はい、そうですね、貧困の問題とかも追っかけているので、うん、そのあたりでちょっと幅は、若干、音楽だけをやられている方とかよりは、うん、広く浅くやってる感じではあるんですけど。だから、専門誌とかで僕は音楽の話は書けないですね。正直。ああ、なるほどね。はい、専門誌じゃなくて、なんかちょっと雑誌のとかの。そのレビューとかぐらい
の仕事をさせてもらっているんですけれども、はい、まあただ勉強は常にしてはいるので、だと思います、はい。その勉強ってどうやってするんですか？専門書みたいにするんですか？まあ物によりけりですけれど、うん、そうですね。まあ例えば音楽の話を書くんであれば音楽のことを、うん、音楽を聴いていなければ話にならないですし、うんうん、まあ、映画の話を書きたいんなら映画を見ないと話にならないですし、はいはいはい、で、その裏側にあるものとかっていうものはやっぱり、その、うん、まあ、例えば映画監督さんの話とかだったら事前とかも読みますし、うん、そうですね。ただ、まあ、それをずっとやっている方々がいるわけですよ。うんうん、僕の知り合いの編集者で、小学5年生ぐらいかな、はい、に、うん、もう映画に出会って衝撃を受けてから毎日、うん、今もうちょっと僕より下なんで35、6だと思うんですけど、5、6歳だと思うんですけど、小学5年生から今まで毎日2本映画見てるそうです。すごい。はい、っていうか、それもすごいけども、それ以上に、そんなに毎日2本見ても、映画がまだありふれてるってことですよね。ありふれてるっていうか、溢れてるってことですよね。そうですね。ね、今日本だけで、うん、ちょっとすいません、自信ないんですけれど、うん、公開されているだけで、うん、1000本は超えているはずなので。年間？はい。あー、なるほど。はい。で、それは配給されているものなので、うん、例えば、その、名画座とか。ああ、はいはいはい、はい、うん。とかいうところのリバイバル上映とか、うん、あとなんか、沖縄で言うとシアタードーナツさん。とかみたいな、うんうん、そういう、その、地域に根ざしたローカルの街の映画屋さんみたいなところまで含めると、もう数限りなく公開されています。あと、今、ネットだけの公開とかもあったりしますもんね。そうですね。例えば、ネットフリックス、フール、あたり、アマゾンプライムもそうですけど、オリジナルのコンテンツも作っていて、うん、まあ、日本で言うと DTV とかもそうですよね。ドコモがやっている。へぇ。もう、うん、もうそれなりに本数作っているはずで、うん、ワウワウのドラマ、オリジナルドラマとかまで含めると、もうとんでもない数があるので、うんうんうん、とてもじゃないけど見れないわけですね。へぇ、はい、1日2本見ても。そうですね。うん、だから、その、もうなんか割り切っていて、僕はものすごく映画が好きなので、うんうん、まあもちろん全部見れないわけですよね。うんうんうん、なのでそれは割り切っていて、うんうん、そのレビューでごまかしたりはしますよね。うん、はい、信頼する映画評論家とかライターさんの文章で、を信じて、はいはいはい、もうこの映画はいいから見なくて、うん、みたいなのはちょっと分けてますよね。ね、島袋さん、映画見るときって、なんかこだわった見方ってありますか？こだわった見方はないんですけど、僕は劇場派ですね。うん、あー、なるほど。はい、基本的に見たいなと思った映画は劇場で見ますね。うん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 、はい。私も本当に一時期なんですけども、映画にハマって、で、毎日映画館に足を運んだことがあったんですけども、はい、でも、意外と覚えてないです。何を見たかって、今、じゃあタイトル言ってみてって言われたら、確かこの人が出ててこんな内容だったけど、じゃあ映画のタイトル言ってって言ったら全然思いつかないんですよ。まあ、そうですよね。はい。そんなもんなんですか？そんなものだと思います。あ、本当ですか？はい、僕一番好きな映画何って言われたら、まあ、これ、ある時期決めて、もうよく聞かれるんで、それを。で、ある時に決めて、これだってことにしてるんですけど、それはまだ変わらないんですか？あ、だってもう、適当に決めてるんで。答える用の。まあ、好きですよ、もちろん。ちなみに何ですか？いや、そんなの、こう言ったらもう名前言いにくいですよね。まあ、でも古い映画なんで、まあ、蒲田行進曲っていうようにしてます。ああ、はいはいはい。でも、あんなに本数がある中で、一、はい、本に絞るって難しいですよね。そうですね。1位って。はい。だから、好きだって言ったら、言った手前、説明も求められるじゃないですか。だから、一本に絞っておいて、その映画の説明できるようにしておくと。いうことに僕はしてます。はい、好きだからもちろんできるってことですよね。ね、だって、やっぱり最近見た映画の方がみんな印象強いわけじゃないですか。確かに。はい。まあ、そうですよね。そうですね、うん。君の名はとか言えば。うんうんうん、喜ぶんでしょ、みんな。まあまあまあ、確かに。でも僕は言いません。君の名は。言わないんだ、はい。あ、でも見たんですか？もちろん見ました。映画館で。そうですね。おーおー、この世界の片隅にだったら、素直に好きだって言えます。うん、おお、なるほど。はい、私、でも随分と見てないんですけども、映画は。私、DVD 借りるときに、あれ、これ前島袋さんに言ったかな？映画の話ってしたことありましたっけ？なんかしたようなしてないような。曖昧すぎるわ、本当に。例えば、
じゃあデニーロが好きだと、はい、好きなんですけども、はいはい、ロバート・デニーロが好きだったら、はい、デニーロの出てる DVD を全部見るじゃないですか。はいはい、で、DVD を全部見たら、今度は、この話が面白かったって、それをチョイスしていくと、監督が同じだったりとかするんですよ。はい、そしたら今度その監督さんの作品を見に行ったりして、うん、で、その作品をバーっていっぱい見てたら、この監督さんはデニーロの他にも違うキャストを使ってたり、同じ人。はいはい、で、すると、あ、この、女優さんだ、俳優さん面白いなと思ったら、今度その女優さんとかの、うんうんうん、映画をバーって見たりとかして、はいはい、なんかそうやってどん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 繋がっていく見方をするんですけども、はい、一時期、ツタヤに行くと必ず映画監督コーナーがあったりするんですよ。はいはい、あれ、いいですよね。いいですね。僕も割と監督で見るので、うん、そうですね。監督つながりで探していく感じはありますよね。うんうん、ですよね。はい、なんか日本で公開されるときって、はい、あんまりよっぽど有名じゃない限りの映画監督以外はタイトルとか内容とかでテレビコマーシャルしたりとか映画って売りません？基本的にはですね、うん、海外の賞を取ったか、うん、なるほど、はい、であと海外での興行実績ですね、それで基づいて選んでるんですが、うん、単館上映するような映画については、はい、バイヤーさんがいます。ちゃんと。うんうん。はい。実は沖縄出身の有名な、はい。名前、比嘉セツさんという、南米の映画のバイヤーさんがいてですね。はい。彼女が、うん、日本の映画界に南米の映画を紹介した実績というのは、功績というのはもう果てしないですね。はいはいはい。このバイヤーさんって各映画、にいるんですよ。東宝とか、あとはなんか。個人でやってる方がまあ多いんでしょう。うん、まあ個人というか、その自分で事務所、会社をやられてたりとかもちろんするわけですけど、うんうん、配給の、うんうん。まあ配給買い付けの映画が。そうそう、配給ね。はい。うんうんうん、あってですね。まあ映画界ってすごく、細分化されているので、うん、その、細分化？細かく分かってる。分業化されているので、例えば東宝みたいな大きいところでない限り、うん、まあ東宝ぐらい大きい会社って日本には東宝ぐらいしかないわけですよ。うん、映画の会社で言うと、ね、うんうん。っていうと、そうなってくると、うん、まあワンストップ、自分たちのところで全て、制作から配給、うん、配信、コンテンツ、ブルーレイとか、はい、DVD とかのコンテンツ化、で、それの売り出し、みたいなところまでやれる、うん、で、海外展開、みたいなところまでやれる会社ってのは、うん、まあ、ほぼないんですよ。そうだよね。はい、なので、それはみんな、それぞれの専門の業種の方々が活躍されていてですね。はい、はい、それって、個人で会社をやってる人たちって、この映画館に、映画館ですか、例えば東宝とかに、売り込みとかに行ったりするんですか？それとももう契約してるんですか？そうですね。いやいや、そんなこと、もちろん信用契約みたいなものはあるんですけれど、うんうんうん、かといって全部の映画はもちろん公開されるわけではないので、買い付けたとしても。うんうんうん、買い付ける、買うんだ。権利をですね。上映権を買うんですけど。うんうん、まあ、そうですね。まあまあ、フィルムを買うんですけどね。うん、フィルムを買う。まあ、とはいえ権利がないと上映できないので。うんうんうん、じゃあ買って、はい、これは大ヒットするだろうと思っても大ヒットしなかったりするものもある。もちろんです、もちろんです。面白いですね。はい、だから、そういうのは、うん、なんかある意味で、まあなんとか映画祭、例えば、コロンビア映画祭とか、うん、まあ沖縄だとちょっと難しいんだと思うんですけど、うん、東京だとやっぱそういうのを年中やってるわけですね。南米映画祭だったりとか、うん、もうそれこそアルゼンチン映画祭とか、うん、アルゼンチンの中でもブエノサイレス、うんうんを舞台にした映画だけの、ブエノスアイレス映画祭とか、うん、そういう細かいものをやっているので、うん、どっちかっていうと、配給で失敗したとしても、そういう映画祭とかで使えたりするんですね。はあ、なるほど、なるほど。丸々映画フェスティバルみたいなところ。はい、はい、はい。じゃあ、ちょっと売れなかったとしても想定ないってことですか？いや、そうもちろん売りたいわけですよ。そうだよね、はい。そうだよね。それは当然なんですけど、うん、でも、まあ、知り合いのそのバイヤーさんに聞いた話では、うん、もう売れないって分かってるけど、これは紹介しないといけないっていう使命感みたいなものがある映画もたまに出会うとは言ってます。おーおーおー、なるほどね。はい、おー、そっかそっか。この買い付けに行く人たちっていうのは、まあ、バイヤーさんっていうのは、はい、個人で、例えばその何でしたっけ、南米でしたっけ、はいはい、そこに目をつけたってなんでですか、ね、マーケットがあるところにはどこでも行くわけですね。あで、その中で、例えばスペイン語を喋れたりとか、うんうん、中国語が喋れたりとかっていう、うん、まあ、元々のスペシャリティみたいなものが、うんうん、特殊能力みたいなものも、うん、まあ、判断材料になりますよね。で、単純に、ここの映画が好きだとか、うん、この監督が好きだから追っかけているうちにとか、みたいなことなんですけど。ああ、はいはい。なるほど、なるほど。じゃあもう本当に、常にこの、
拾いに行くって言い方おかしいですけども、どんどん自ら行く感じ。そうですね、はい、うん、まあ、映画のマーケットって世界中本当大きいので、うん、確かに、まあ、どこに行っても当たりの映画は必ずありますよね、うん、はい、僕も南米映画好きなんですけど、なんか有名なのありますか、日本で公開されたので。日本で公開されたので、うんうん、あります。私もあんまり全然ピンとこないんですけども、まあ、映画、映画というか最近あれですよね、うん、ガエル・ガエル・シアベルナルっていう、メキシコ出身の、うんうん、まあ、本人はずっとイギリスが長いんですけど、俳優さんですか、うんうんうん、とかは、うん、あ、もう今日本でもすごい人気で、へ、それ映画監督ですか、俳優でも、あ、俳優さん、まあ、プロデューサーとかもやったり、最近監督もしてるかな、うんうんうん、と思うんですけど、はいはいはい、すごい今人気ですよ。うんうん、わかりました。島袋さん、はい、時間が来てしまいました。はい、いつものことで。いつも喋りすぎてしまいました。違います。私がいつも質問してしまうので。ありがとうございます。今日も1時間お付き合いいただいて。はい、ミッチェ、ミスチルタイヤが1時間お付き合いいただきありがとうございます。また明日この時間、水曜日、午前11時にお会いしましょう。またん、あちゃーやーたい。